鷲見選手が考えるランキング、自分が1位でもいいけど、はい、僕はもうずっと言ってるんですけど、WBA、井上拓真とやりたい、次、世界戦見たいと、周りに思ってもらいたいですね。今日は4月7日に、試合を控えている鷲見誠也君に、お越しいただきました。会うのは、今日が2度目。以前そうですね、この間、隅田区の時に大会に挨拶させてもらって、して2度目になりますが、一つ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはその鷲見選手に聞きたいんですけど、はい、自分の強みというかですね、どういうところだと思いますか？リバウンドポイントはやっぱり気持ちの強さとその後半の強さっていうところですかね。きついところでの勝負、そこに持っていったら競り勝てるかなっていう、そういうところはまあ強みではある。まあ周りからは手数の豊富さは言われますね。あとスタミナとか、そういう部分をよくまあ褒めてもらえるし、まあ自信があるところかなと思いますね。まあ直近の2試合も私ちょっと見させてもらったんですけど、はい、まあ増田選手、そしてまあ阿南選手と2試合ありましたけども、よく後半になればなるほどやっぱりこう鷲見選手がこうなんか有利な展開になっていくなみたいな、そんな風に思ったんですけど、やっぱり強みは後半のスタミナとか。そうですね、あとそこも考えて試合を組み立ててる。まあ増田戦が結構計画通りの試合展開だったんですけど、後半になればなるほどね、はい、どんどん、まあけど目が切ったのは誤算でない、誤算でしょ。あれは誤算でしたあれ以外はまあ一応思い描いてた通りの試合展開ななったなっていう感じでしたけど。モンスタートーナメントで獲得した賞金、はい、1000万、はい、何使ったんですか？まずその試合前に200万使ったんですよ、古着に。古着に、はい、あヴィンテージ買って、そのもう気合を入れるために、僕いつも試合前に大きい買い物するんですけど、試合前にするの？はい、試合前にして、負けたら、マジで終わりだっていうふうにいつもするんですけど、200万の規模は初めてだったんで、帰り道、手が震えてましたよね。俺負けたら、マジで終わるぞと思って。で、実際、商品入ってきてからは、親兄弟にあげましたね。あとは、実家のリフォームとか、そっち系に使って。ちなみに、今日のそのコーディネートはおいくらぐらい？これが、でもそうそう、今日も畠山さんと対談だからちょっと気合い入れてきたんですよ。高い、高いの何百万？こっちが高いですね。こっちが？これが、これ言うんすか？3桁とか2桁とか。これが110です。もう3桁で、これがその穴口前に買ったやつですね。あ、一番帰り道手が震えたデニムなんですけど大事に着れば価値は逆に上がるんでしょ？特にこっちはもう下がんないと思います。じゃあモロ一丁なんだ。これは一丁です。本当に。僕の中でもボクシングと古着がなかったらもう僕は存在してないみたいな、そんぐらい大きいポイントにはなってるんで、あんまり理解されない僕の考えなんですけど。いい趣味だと思いますよ。ね。で、まあ鷲見選手といえばやっぱりスイッチで、最近だと。ね、クロフォードもそうですけど、スイッチが流行ってんの今？なんか多いみたいですね。日本でも結構いるよね。そうだから、だんだん僕のアイデンティティが失われていくと思ってて、僕ずっと昔からスイッチだったんで。あ、そうなの、はい、でその時は本当に誰もいなかったんですよ、で、あいつスイッチするってなるんですけど、最近トップ選手がどんどんスイッチやってるから、なんか俺より完成度高いんじゃねえかと思ってどんどん薄れていくんですけど。そう、じゃあクロフォード見てとかそういうんじゃないんだ、はい、自分で考えてスイッチ。
中学校2年生の時に熊本でボクシング始めたんですけど、ジムで。で、中学3年生の時に急にジムの会長から、お前オーソドックスだから弱いんだよって言って、サウスポーに変えろって言われて、急にサウスポーに変わったんですよ。でもスパーリングになるとやりづらいから右に戻してたんですよ。ああ、はあ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 。ってなったらどっちもできるようになって、へえ。で、高校入ってからはもうほんと同じ分サウスポーとオーソドックス両方、要は4ラウンドサンドバックサウスポーでやったら右も4ラウンド同じ回数両方でやるようにして、うんうん、オーソドックスの練習だけでも大変なのにさ、それ両方やるっていうのは。両方やりましたね。へえ、羨ましいなと思いますよね、こういう器用なことができる選手っていうのは。誰にもできることないんで、こんなやりづらいのないですから。どっちで練習すればいいんだって話だし、両方とやらなきゃいけないし、相手は練習スパーリングする上でも右のやつもやらなきゃいけない、スイッチのやつもやらなきゃいけないから、うん、準備も大変なんですよ。これ相当有利ですよ、これあのスイッチは。ちなみに最近中谷選手とスパーリングやったの、やりました、なんかで見たんですけど、はい、ちょうど昨日までアメリカ行ってて、うん、でアメリカでちょうど1週間前とかにスパーやってきました、うん、どうでした？やるの3回目だったんですけど、1年前にも1回やってて、うん、その時よりも難しくなってたな。あ、正直この間のスパーリングでは子供扱いされました。へえー、はい、で去年1年前の方がなんかその組み立てられる要素っていうか、そういうものを感じたんですけど、うん、今回はちょっと難しかったですね。どうしようかなってなっちゃった。へえー、うん、うまいっすね。まあそれで今日は一番ここの話は聞きたいんですけどね、バンタム級というとですね、はい、まあ、日本そして世界もまさにこの、まあ、群雄割拠っていう言葉もこう、なんつうの、生優しいぐらいのタレント揃いじゃないですか、うん、でまあチャンピオンね、はい、WBA は井上拓真選手、そして、WBC が中谷選手、そう、武井選手がWBO で、 IBF が西田選手と4王者が全員日本人という、はい、でその下にもですね、元チャンピオンの比嘉選手であるとか、はい、あるいは栗原、石田、那須川と堤と、うん、いずれも世界チャンピオンになりそうなやつばかりが9人もいる、うん、でこの階級でですね、うん、堤選手が考える今のこの、はい、今言った9人の中でのランキング、あ、その中で順位つけて、はい、自分が1位でもいいけど、はい1番からいきますか。1番から、1番から、うん、うん、は中谷選手。中谷、ああ2番が西田か井上拓真なんですけど、僕の中で、うん、ああ、いや、井上拓真かな。井上拓真、で、西田、ここはちょっとあえて4は武井選手にしておきましょう。武井選手、はあはあはあ、まあ、今世界チャンピオンのこの4人は言ったことにして、うん、で、次が僕、うん、からはあんまり賞味わかんないけど、石田選手、うん、比嘉大吾、うん、で、那須川選手、栗原、あーって感じっていう感じですかね。自分の考えるランキング的にはまあ5位だと、はい、これは謙遜ですか。あ、そのね、4人チャンピオンがってことですかね。そうそうそう、一番崩しやすいのは武井選手かなっていうのはあって、で残り3人はすごい崩しづらい、中谷選手はまあこの間遊ばれたからより難しいし、拓真もやっぱりディフェンスと距離感がすごいいいんで、でまあ西田選手も長身サウスポーで、でこの間中でも戦えることが証明されたからより崩しづらいっていうのはあるんですけど、僕多分スパーリングだったら多分全員こう普通にやられると思うんですけど、やっぱ僕の強みというか持ち味がやっぱり自分より能力が高い選手に勝てる、その1回試合はその1回じゃないですか、うん、それを持っていく力はあると思うんで、うん、けどまあみんなやっぱ強いなとは思います、うん、ただまあ誰でも試合すれば勝つよっていう気持ちはありますね。那須川天心選手についてはどう？スピードとかがすごい、あとセンス、うん、脅威に感じてくるのが
早いなって思いましたね。1年前じゃないですか、ボクシングデビューしたのは。その時はやっぱ、まあ、6ラウンドの勝負だと僕ならまあ僅差の勝ちになって、8ラウンドあれば余裕だなぐらいに思ってたんですよ。でやっぱ1年経って、まあ、12ラウンドとか10ラウンドだとまあいけるけど、もしあのここ最近のパフォーマンス見てこのボクシングで普通に12やってきたら結構だるいよなとか、そういうふうにそのハードルがやっぱりすごい上がってきてるのは感じますね、僕の中で。今やったらもう全然勝つ自信はあると。そうですね、10ラウンド12ラウンド、うん、ここの勝負だったら、うんうん、8ラウンドとかって言われるとちょっと僕は怖いです。まあ、うん、逆にね、あとは強い選手とやってどんなパフォーマンスするのかがちょっと気になるところですかね。今回のこの4月7日の試合のどういう戦い方したいとかってあったりしますか？戦い方とかが、まあ、相手が背大きいから多分ちょっと、まあ、やりづらさはあるんでしょうけど、自分自身が、まあ、納得できる動き、練習と本当に同じような動きができて、なんだろう、まあ、スムーズに KO はしたいかなって思いますね。なんでまあ今回は本当自分自身、ここの試合までのここから1ヶ月しっかり自分自身突き詰めていい状態に仕上げて納得できる動きをするで倒す、ができたら多分お客さんも不満は抱かないかなと思うんで、そういう試合ができたら、まあもうね、いずれにしても世界戦が近い、もう本当にね、年内か年内っていうのも全然ある話だと思うし、はい、ね、そういう意味ではお客さんにね、アピールして、そうですね、隅ここにありっていうところをね、はい、見せられるような内容で勝つのが一番ベストかなと、うん、次世界戦見たいと周りに思ってもらいたいですね、うん、そうですね。 WBA、C、IBF、WBO とありますけども、どこに狙いを定めてますか？僕はもうずっと言ってるんですけど、 WBA 井上拓磨とやりたい。拓磨と、はい、高校の時やってるって言ったじゃないですか、その時に僕負けてて、インターハイの準決勝だったんですよ、2年生の時に。僕アマチュアで17敗してるんで、まあ、結構負けてるんですけど、なんか一番そのやり返したい気持ちが強いのが拓磨なんですよね。ちなみに年は同い年。同い年、あ、なるほどね。でなんでリベンジマッチがね、世界タイトルでできたら僕としてはもうこれ以上ないんで、それはもうずっと思ってることですね。次世界戦だね、じゃあね、でこういうとこでこけないようにだけ